ねえだろ。お前こんなことやるやつ宇宙飛行士しかいねえって。心がサキバスになってるからさ、本当にすごいテロだね。これはなんかの法に触れないの。いやっていきます。意外とうまそうでしょ。それでは行きましょうか。ちょっと今日は時間ないんで、皆さん VR チャットの中で起きた面白い話だったり恋愛話だったりを募集してね、VR チャットのためにいろんなことを聞かせていただきました。まあ下ネタはまあそのなんか当たり前だと思ってほしい。まずは、まあ、そこは大前提としてそのこのコンテンツに挑んでほしいかな。もうなんか下ネタは避けられない、どうしても。はい、というわけで、VR ゴーグルを買って2日ほど経ったある日のことです。初心者が集うワールドにてのんびりしていたところ、他のユーザーがおすすめのワールドがあるよと別ワールドに移動できるポータルを出してくれました。行き先にはポピー横丁と書かれており、どうやらそこの路地裏の飲み屋街を模したワールドのようでした。期待に胸を膨らませてポータルに飛び込むと、そこに広がっていたのは混沌そのものでした。泥酔してバカ騒ぎしている連中、露出度の高い格好をした女バターを、なんて言うかね、イチャついている中年男性たち、全く何を言ってるか分かんない海外ユーザー、チルい、弾き語りライブ、視界を覆ってくる嵐、それをつまみに、何だよ、ね、酔っ払い、これがメタバースなんだと感じました。気づけば深夜3時まで居座り、左翼のミッキーマウスと雑談して、したり、安倍の格好をしてトランプ大統領とツーショットを撮ったりしていました。あれから2年近くが経ち、私はすっかり VR チャットの沼にはまってしまいました。先日確認したところ、プレイ時間が7000時間を突破してしまいました。右翼のミッキーやトランプや 何を話したか、そもそも彼らが名前は何だったか、今となってはみじんも思い出せませんが、それはまた VR チャットの魅力の一つなんだと思います。タミさんも VR チャットのデビューを心よりお待ちしております。すごいよな。まあこういう世界らしい VR チャットとは。いろんなものが混ざり合うカオス。まあ、俺もちょっとこのポッピー横丁というところに行ってみようとは思ってる。VR チャット5年目です。このゲームは男女比が 7-3 くらいなのですが、その男性のほとんどがサイバーホモで、男の人じゃないとダメみたいな人が多いです。私は女なのですが、〇〇ちゃんが男だったらよかったのにとたびたび言われてうざいです。もうこっちじゃないといけないんだって。逆にサイバーホモであってほしい。しかもサイバーホモって俺初めて言ったよ、でサイバーホモ。恋愛のライバルに性別が関係なくなる。自分は女だけど好きだった男を別の男に寝取られたとこ割とある。 VR チャットに言うとそこら辺がどうでもよくなんだろうな、本当に。やっぱり意外と女性のユーザーは多い。次、私は女性なのですが、いつもオタクにストーカーされています。ある日お部屋でちょっと VR を外して離席していたら、なんかヘッドセットから音が聞こえるなと思い、画面をこそっと見ると謎のオタクが全裸になって私のアバターを見抜きしていました。じゅうじゅう音を立てて私のアバターの顔を舐め回しているのを見ておぞましくて 見なかったことにしました。で、この投稿はめちゃめちゃありました。なんか見抜き系とかキャラクターを放置していたらその上にまたがられて腰を振られたとか、これはもうあるあるらしい結構。次、VRC 始めてすぐにお砂糖関係を迫られて、よく分からず OK したらオフ会の時にお尻の丸々を捨てることになりました。よく分からず OK した、お前も悪いけどな。よく分からず OK って、お前が全てのなんか全てを受け入れすぎなんだよ。なんか疑ってかかれちょっとは。面白いエピソードも恋愛エピソードも聞きたら直接 VR チャットに来て、日本人がよくいるワールドでインタビューみたいなことをした方が濃い話が聞けますよということで、これを今度やろうと思います。VR チャット街頭インタビューを、今度してみようと思うので、お砂糖についての勉強ですねこれは。私は VR チャットを 2-3 年しているものです。 VRC にはお砂糖という、文化があります。このお砂糖に関して私の考えを発散させてほしくてマシュマロを送りました。私はこのお砂糖という文化を知り、フレンドにお砂糖とはどういうものなのか聞いてみたところ、そのフレンドは友達以上恋人未満みたいな感じと言ってました。詳しく聞くと VRC 内でのお付き合いを指すようです。そこで私はなぜお砂糖になるのと聞くと、その相手を独り占めしたいからと言われ、それで都合のいい関係ってこと、セフレみたいな感じと言ってしまいました。
ちなみに VR ゴーグルをつけた腕だけ動かすような動きではなく全身の動きを反映させることができるトラッカーというものがあります。トラッカーをつけると全身生身の人のように動かすことができるんです。なので VR の世界の中でおせっせが存在するのです。そうなってしまうと VRC の中だけのお付き合いであり恋人ではないけど相手を独り占めしたいということになってしまいます。こうなると私には都合のいい関係セフレであるとしか思えなくて不思議な世界で、バカだなと感じています。そして VRC にはワールドといってたくさんのワールドから好きなワールドへ選んで遊べるようになっています。ワールドにはパブリック、世界中誰でも自由に入れるの他にもプライベートなフレンドだけが入れるワールドで遊べるモードなどもあります。お外になった人の多くがプライベートな、ワールドにこもりフレンドと仲良く遊んでいたら隣からリップ音が聞こえだし徐々にイチャイチャ始まってプライベートなワールドに移動したり本当にヤバいやつはフレンドやいろんな人がいる中で恋が始まるやからもいてとても面白い世界です。もし VRC を始めるならおすすめのワールド、パブリックになっているワールドの、ポピヨコというところに行くとたまにお砂糖同士が喧嘩しているところやお砂糖関係の相談など、様々なお砂糖話を聞くことができたりします。いろんな人が自由にいろんな話をしているのでカオスって感じがして私はよくポピヨコに行きお酒を楽しんで。ありがとうございます。教えていただいておすすめのワールドとかを書いてくれる人がめっちゃ多かったです。VR ちょっと始めて約1年の男です。受験も終わり暇になったのでいろんな人とおしゃべりできたらなと思い初めて2日でお砂糖ができてしまいました。もともとお砂糖とか興味がなかったのですがとあるワールドに、入りその場で集まった人たちとわちゃわちゃしていると突然目の前に美しい狐のお姉さんが現れとても撫でられ続けふわふわと自分が溶け出していたところお砂糖なりますかと耳元でささやかれ私は抗うことなくはいと返事をしたのが出会いです。それからは自分のアバターを一緒に探したりゲームワールドへ行ったり催眠にかけられて遊んだりとても楽しい日々を送っており、気づきは毎日会わないと寝つけないようになってしまいました。半年後いつものように彼のいる場所へ行くとそこには、とある初心者さんがいました。どうも彼が親切にこの世界のことを案内してあげたことで仲良くなったようなのですがとにかくその人を撫でるめっちゃ撫でてるそして私は撫でてくれない、人生で初めて嫉妬という感情を知った日でした。それを以降も彼はその人と一緒にいることがほとんどになり不安になりながら直接聞くことのできず、眺めることしかできなかった私は気づけばサブアカを作り、彼のいるワールドへ、入って会話を録音気になる発言は撮影時間とともにメモを残しその初心者さんの大学と学部までを特定する化け物となってしまいました。そんな生活をしていれば体が持つはずはなく、我に返った私はログインを控えリアルを優先して暇を潰していました。そしてある日彼から、話がしたいと連絡が、なんとリアルの彼女ができたとのこと。リアル彼女の話は同意済み。同意とかがあるんだ。彼とその初心者さんは、住居かがかなり、離れていたので、自分の思い違いか、この女たらしめ、この子のと思ったら、まあ、まだ会ったことないんだけどね。それってもしかして、あの初心者さん、気づいてた？とっくの通り気づいてましたと思う。あとそれはお砂糖だよ。もう付き合いじゃ ないよってことね。笑いが止まらなくなった私は地声になり彼が幸せならそれが本望ですと嘘をつきその人が幸せにしなさいよと、別れを告げました。あれから4ヶ月いまだに彼のことを記憶から消せず夜な夜な脳破壊され、フレンドの元へ撫でられに行く VR チャットは Steam で無料です。ここがおもろいね。ここがまあこういうことでしょ。常におじさんが裏声でキャピキャピしてると、VR チャットで前からあなたのことをいいなと思っていて付き合えたら嬉しいので改めてお友達から始めませんかと言われこれも、ご縁だと時間を作り相手を知ろうと会いに行くとニャーしか喋ってくれない。抱っこ人形にされる地獄。抱っこ人形って何？自分のアバターを持たれるってこと。こうやって相手にどのゲームにも迷惑行為をして暴れるユーザーはつきものですが VR チャットも例外ではありません。このゲームは Unity という 3D モデリングソフトを利用して自由自在に自身のアバターを作成できるのですがそれを悪用するやつがいました。そいつはなんと自身のアバターを
まるまるそのままの形にして女性アバターの方々が集まるイベントに乱入して、アバターの頭部と思わしき部分、つまり、木の塔から白い白濁とした液体を撒き散らして暴れたのです。一時期 VR チャット上で相当話題になったので、これを見ている方でご存知の人も多いと思います。すごいテロだね。これはなんかの法に触れないの？ VR チャットの中で法はさないの？こいつは何も罰せられないの？こいつは本当の無法落ちたんだね。めっちゃいい声のお姉さんに二人きりでなでなでされている時、冗談でリアルであなたみたいな人に会ってみたいってつぶやいたら、じゃあ会ってみるって言われて、2日後にリアルでエンカウント。待ち合わせ場所にいたのはお姉さんじゃなくて少しガタイのいいお兄さんだった。今じゃそのお兄さんが私の彼氏です。まあでもこれはこの投稿主が女性の可能性もあるもんな。いつも楽しく配信を拝見させていただいております。今年2月に VR チャットを始めました。リアルスペックは25歳、北海道の森と海しかない田舎で働いています。ゲームではバロランとイモータル、エーペックスマスター程度の腕になり、ネット弁慶になってしまい、暴言を吐いてしまうことが多く、いわゆるトクシックだと言われ、友達が少なかったです。そんな性格もあり、寂しい生活を送る中、たまたまテレビで見た VR 技術に興味を持ち、成り行きで VR チャットを見つけたのが僕の V チャットの出会いです。しばらく特筆するようなこともなく、そこまでハマる感覚もなく、カルチャーショックの連続だけど、まあこんなもんよなと達観したキモいやつになっていました。そんなある日、アバターを購入し、好きで買えることができるようになり、お、この子かわいいなと思い、購入したアバターでログインし、いつものようにダベろうと思ったら、かわいい、まるまるさんかわいいじゃんと声をかけられるんです。そしたら背中にゾクゾクっとした何かが走り、バロラントで 1v3 のクラッチや、シリフでクラッチを決めた時よりも気持ちよく感じる何かを確かに感じてしまったんです。その日から僕の何かが、砕け散りました。それまで変なマスコットアバターを使っていたのが可愛いアバターになり、改変を覚えて、サキバスのアバターを使うようになり、今では可愛いアバター同士で可愛いと言い合い、ベッドでピーするようになりました。リアルでも椅子に座った時に無意識に内股に座り、周りから、足悪いんけ丸丸くんと言われたり、人と話している最中に口に手を当てて笑うようになり、おめえ女見てたぞと言われることも増えてきて、私は V ちゃんの可愛いアバターが本当の自分なのか、リアルの自分がどちらがリアルなのか分からなくなってきてるのかもしれません。私自身未だによく理解できていない感覚なので、言語化ができていないと思います。申し訳ありません。唯一明確な利点は、暴言を吐くことがなくなり、バロもエイムがなぜか上達しており、レディアントの景色も見えるんじゃないかと最近思い始めています。また生活が丸くなったことでフレンドも増えました。私の体験談はこれくらいです。達観したんだな。やっぱりトキシックって悪いことなんだね。多席って良くないんだね。心がサキバスになってるから、本当に。でもすごいね、まさにさ、漫画で読んだような世界に行ってしまってる人たちがいるんだね。リアルとインターネットがどっちが本当の自分なのかが分からない。マジですぐそこだな、 SAO の世界は。こんにちは。 VR チャットで人生が変わりました。知り合った人と一緒に過ごすうちに、その人かっこ同性のことを本気で好きになってしまいました。はじめは VR チャット内でのみの、恋人関係、通称お砂糖でしたが、結局リアルでも付き合うことになり、2年後は同棲することになりました。VR チャットを始めた時はお砂糖ってやばとか思っていましたが、今やこのざまです。皆さんは VR チャットをプレイする際はのめり込んでも、人には依存しない方がいいとだけ言っておきます。しかしあくまでコミュニケーションがメインのゲームなので、そうもいかないと思います。その時後悔しない選択が できるようになっておきましょう。少なくとも私は、一切後悔していませんし、とても幸せです。かっけーかっけー、言い切るんだね。VR チャットの話でフレンドからオフ会の時男だけで入れるラブホを探すのに苦労するって話を聞きました。怖くて詳細は確認できませんでした。少ないもんな。フレンドプラス、分かんないけど VR 睡眠をしていたら、 VR 睡眠って何？全く知らない人が自分の上にまたがって腰を振りながら合い声を上げていたことがあります。この世の地獄のような目覚めでした。 VR チャットは楽しいですよ。その経験をしてバグってきてんね、ちょっと。ポピオコという酒飲みが多いワールドでシナモサと成り行きセックスしました。恋の出た。えろこれ。
VRC でめちゃめちゃ性癖な子がいて、相手がチャットのみで仲良くなってオフ会をして告白しようとしたら小学生来の親友だった。その後めちゃくちゃした。えらっ、すげえ。待って、そんなことある？でも多分男同士ですよ。私盲点だった。普通は置いちゃったって。 VR チャットってまずそこを考えないといけないのか。待って、むずいむずい、まだね適応できてない。友達は昨日から VR チャットを始めたのですが、2日目にしてお気に入りのメス男子を見つけて、サイバー S をするために、フルトラ、フルトラッキングかな、を探し始めました。その後お気に入りのメス男子のツイートを見つけ、女装姿を発見、発狂するかのように共有してくれました。可愛かった。お前もちゃちゃで、もう出てきてるやつ全員、今のこの短い文章の中で3人出てきてんだけど、3人とも俺には合わない人種だな。全員男だし、正直友達に友達が増えるのはいいなと思いましたが、いまだにコミュ障で背をする相手がいるどころかフレンドが一人もいない私と比べると、メタバースが発展しても陰キャは友達が作れないし、陽キャはすぐ友達ができるんだなと、世界の真理を再度理解してしまいました。そこでスタさんに提案です。スタさんも VR チャットで女の子になりませんか？私が男アバターで攻めますので、女性アバターで受けに回ってもらえるとありがたいです。初めてのマシュマロ失礼いたしました。ふざけんなお前、俺を落とそうとすんな。ちょっと待ってくれ、意味わかんねえ。待ってくれよ、本当にわけがわかんない。 VR チャット、ハス過去淡水魚と濃厚なキスをしたことがある。こんなマシュマロねえだろ。マジで何でもあんだね、アバターこれだぜ。これもおもろいわ。スタミさんこんにちは、こんばんは、はじめまして。いつも配信や動画、楽しく見させていただいております。今回は VR チャットのエピソードということで、つい先日私が体験した面白い話を投稿させていただきます。私は比較的長い間 VR チャットの方をプレイしています。かっこ5年以上。昔と比べていろいろ変わったことがあるのですが、特に変わったと思うのはユーザー層です。若いユーザーの方はもちろん、女性のユーザーの方がかなり増えて、かなり顕著だと思っております。5年前であれば女性ユーザーは数百人に1人かそれぐらいだったと記憶していますが、現在はチュートリアルを受ける場所に行けばそこらかしこから女性の声が来ます。なるほど。女性が増えたこともあり、女性と、ワンちゃんを狙っている男性も増えてきているという噂を耳にした私は、チュートリアルの場所に顔を出してみることにしました。まさかそんなのは都市伝説だろうと思いながら、チュートリアルの場所に到着すると、ほら動かないで、綺麗な顔が見えないよ、今度は止まって、ちゃんと僕の声聞こえてるかテストしてあげると、吐息まみれの声が聞こえてきました。私は本当にいたと驚きを隠しきれず、急いで声のする方へ寄ってきました。するとそこにいたのはイケメンのアバター、キャラクターのことですを着て吐息まみれで声を出している男性と、とんでもなく鼻の長い、ボルゾイの犬のアバターを着た女性でした。参考の犬のアバターこちらになります。これシュールすぎだろ。なんでこれに目つけたんだよ。男性が必死に女性に声をかけていますが、女性はそんな声を、気にすることなくチュートリアルの場所をぴょんぴょんと飛び跳ねていました。本当にいたことに驚きと、想像していた光景と目の前に繰り広げている光景のギャップに私は大変面白くなってしまい、そのままログアウトしてしまいました。長文失礼いたしました。これからもお体に気をつけて配信モデル業の方が頑張ってください。お待ちしています。ボルゾイにナンパしてる吐息イケメンおもろいな。てかボイチェンとかってわかんのかな。わかんないんじゃない、もはや。わかるんだ。じゃあもうちゃんと女性ユーザーが VRC には増えてきてんだね。この人は5年以上やってるっていうか見分けがついてるはずだからな。じゃあボイチェンテストするわ。並んでもらうから目の前に。俺がボイチェンかボイチェンじゃないか当ててくから。ボイチェンティンダーするわ。スワイプしてこうやってペッ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 つって。スタミさんこんにちは。 VR チャットを始めた当初、右も左もわからない私に VR チャット上のワールドを案内や特定のアバターに着替えて交流会をする場に案内してくださった方と5年半の時を経て同棲することが最近決まりました。知り合った当初、その方経由で知ったとあるアバターが私の
壁にクリーンヒットし、そのアバターを私自身も着てこのアバターを愛する方々と交流したいと思ったのが全てのきっかけでした。そういうこともあんのか。このアバターが好きな人は私と思考が似てるからそういう人たちとお話ししてみたいっていう、あのペットでもあるじゃんね、プードル界とか。このアバターを選んだ思考の人たちとお話ししてみたい会があるんだね。なるほどね。VR チャットに来たばかりの人に向けてアバターと VR 機器と知識をふんだんに使ったアバターパフォーマンスを披露する文化があったことにとても感謝していますし、新しい世界を垣間見ることができて嬉しかったです。この時代に感謝だな。今では2人とも VR チャットから離れていますが、今度はリアルの世界で幸せを築き続けていこうと思っております。拙い文章で申し訳ありません、お読みいただきありがとうございました。ユニティちゃんに幸あれ。文章がうまい。なんかこういう綺麗な文章を見るとこれはどっちなのかなって考えることすら野暮なのかもしれない。その思考がなんか令和じゃない、今時代じゃないのかもしれない。今俺たちは新世界に触れようとしてるから、まず俺たちがフラットにならないといけないんだよね。まずはもうそこでコミュニティは出来上がってるし、そこで幸せを生んでる人たちもいるから、なんか俺たちがそこに入り込むっていう時に俺たちがフラットにならないと。それはこんにちは、しがない VR チャットミンです。ファンティアはファンボックスで、側はどっちも女だけど中身は9割ぐらい男が、オンオンあいぎながらバーチャルホモセクースしている動画が、バッタなんだこれしている SNS、 それが VR チャットです。まあまあえぐいプレイをしている動画もあります。そのいくつかの動画に、自分のフレンドが出ていて、うわちょっとフレンドが出てたらきついね。いつも仲良く喋ってるフレンドがその動画でえぐい声で泣いています。寝取られた側の気分ってこんな感じなんでしょうか。それも違うと思うけどね。寝取られた側の気分はこんなんなんでしょうか。だからお前ファンティアとかがファンボックスから買ってるってことやん。お前もその気があるんだよ。VR チャット歴2年の18歳男子専門学生です。面白いエピソードというわけでもないかもしれませんが、一つ体験談を。日本人が集まるワールドパブリックによく遊びに行くのですが、私は不注意で寝落ちしてしまい、数時間仰向けで寝そべっている状態になってしまいました。目が覚めると私を囲う知らない人たち、私の腰の上で跳ねる水着のアバター、思いっきりバーチャルプルプルされてしまいました。実際の感覚はないもののアバターに入ってリアルな音、全身を使って動く水着姿の女性、血の気が引きました。ちなみに私も女性アバターを使っていて、後々聞いたところ相手は男子中学生でした。その後、その場所には一度も行っていません。うわ、まあ、一番多感な時期ではあるな。ほぼサービス開始から VR チャットをやっていたものです。 5,6 年前の話ですが、 VR チャット民に感謝をしているエピソードを書きます。当時プラスとマイナスという隠語が流行っていました。プラスならフレンドを抜いた数、マイナスなら抜かれた数を名前の後ろにつける文化です。加えてジャストエッチというラブホ的なワールドも存在しています。へー、エッチするワールドなんだ。そこで私は VR チャットを題材にした同人誌を書きました。実際にいる私のフレンド同士がジャストエッチでプラスマイナスを付け合うという内容です。一応全年齢、全年齢いけんのか。当時拙い画力ながら100名ほどのフレンドを、60ページ使って書き上げました。身内ネタオンリーかつ、一般人の生ものという特殊すぎるジャンルでもあるにかかわらず、その本は当時かなり話題になり想像以上の部数が売れました。その本は VR チャットのグリモワールと呼ばれ、その後、2作品目や、フレンドたちがお話をする本も作り、かなり話題作となってくれました。その売り上げのおかげで当時のハイエンド PC を作ることができましたし、液体分も買うことができました。金額で諦めていた専門学校にも通うことができました。その上当時フレンドが売り上げに関する税金周りの申告も親身に手伝ってくれました。今ではその本のことを誰も知らないと思いますが、 VR チャットユーザーには感謝しても、感謝しきれません。ちなみに私はマイナス16です。すげえ時代を作ってしまったんだ。逆に言えば5、6年前にお前は最先端に行ってしまったんだね。身内ネタだったのかもしんないけど、そこら中に歩いてるアバターとかがエッチなことをしてる本を売って、自分は身内ネタだと思っていたけど、そのキャラクターを見た人っていうのは VR チャットの中にはそこそこいてみたいな。マジでめちゃめちゃ流行ったよその本。そうなの。だから簡単に言ってみると、 VTuber のエッチの絵がもう S1 女優の AV だとしたら、素人もの AV でしょこれって。イメージ、素人ものをいち早く察知して書き上げたんでしょ。センスがあるね。
切実な、多分 VRC の民がやばい内容をたくさん送られているのだろうけど、あくまでそのやばい人たちの、偏った集団内での出来事なので、まともな人たちもいるというのだけは忘れないで。分かってますよ、それは。やばい話とか面白い話を俺は募集してるんでね、別に。これめっちゃおもろVR チャットでやりすぎてペンは空中に浮くものだと思ってしまい、会議中にボールペンを空中に置きましたおい、こんなことやるやつ宇宙飛行士しかいねえって。あー、それでここはあの VR チャットじゃねえんだ。あるの、そんなこと。ちょっとわかるんだ。おもれえな、これ。めっちゃおもろいわ。こんにちは、配信お疲れ様です。 VR チャットはその名前の通り VR でプレイするもので、ユーザーが作ったゲームワールドやホラー系ワールドなんか無数にあります。これは私ではなく友人のエピソードになるんですが、あるホラーワールドに行った友人が恐怖の雨に咲きまくっていると、深夜の1時ということもあり、隣人から警察を呼ばれるという事態がありました。それ以来しばらく声量を抑えていたのですが、最近はすっかり大声で叫ぶようになりました。警察を呼ばれなく心配です。そうか、ホラーワールド行ってみたいね、単純にね。今年5月から VR チャットを始めたものです。VR チャットにはワールド設定で入れる人を制限することができるのですが、その設定で友達の友達なら入ることができるワールドで遊んでいたところ、友達の友達というほぼ他人の、美少女アバターのおっさんがワールドに来るなり、猫の鳴き声をはじめ、ワールドにいた複数人が一斉に可愛いねと言いながらおっさんを撫でるイベントが発生しました。あまりのきつさにおっさんをミュートにしてしましたが、30分近く経ってもそれが続いていたため別の部屋に移動しました。 VR チャットでよくあることのシーンですが、初心者の自分にはかなりきつい光景でした。あるあるらしいっす。ちょっときついところはきついので行こうか。VR 始めて1ヶ月、人生初のお里がリア友のお母さんだったマジで全部おもろいんだけど、エピソードやばいな VRC。 ワールドで初めて会って仲良くなった人にグループサークル的なもののワールドに行きませんかと言われてついていったら、アグラを描いた教師様が出てきて歓迎されたこといらっしゃい、あなたは導かれたのですね。婚約者かっこ男が VR チャットを始めてお里を男に取られて婚約破談になりました。見た目が可愛ければ何でも良くなっちゃった。はじめまして。 VR チャットでは化け物がたくさん存在します。中でも特にひどかった界隈内でも有名なモンスターを、一種類、紹介させていただきます。ニャーオジです。ニャーオジはのぶとい男性の声で、猫犬等の一般的に可愛いとされる小動物を鳴く真似を行う成人男性のことを指します。その生態は単純で、可愛いねと言ってくれる人の前に現れます。高確率で平日の昼間に出現します初対面の人間にそれキモいよとは言えない、気の弱いまたは優しい人間につきまとい承認欲求を求めるすごくキモおじさんです。なぜか存在が許されているのかが非常に不思議ですが、悲しいことに VR チャットには多く存在します。皆様が付きのまとわれないためにできることは無視です。場の空気を荒らさずターゲットにもされにくくなります。やめなよということは、時にあなたが悪者になってしまう場合もあるのでご注意ください。どうかお気をつけて適度にキモがって、無視が一番の防衛です。快適な VR チャット生活をお楽しみください。遭遇してみたいけどな。それかちょっと俺ニャーユーヤになりたいけどもね、ちょっとね、ニャーユーヤ、これエッチなお姉さんですね。ニャーシヨシされたいけどな。VRC の民です。これは僕が VRC を始めたばかりの時の話です。 VR チャットにはチュートリアルというものがほとんど存在しません。ですので、お国ごとに最初に行っておいた方がいいワールドというものがありまして、日本には、例に漏れず JP チュートリアルワールドという有志の方が作った VRC の基本情報がまとめられているワールドが存在します。僕も初めて VRC に来た際に元から遊んでいたリア友に教わってそのワールドへ、一人で行きました。ワールド内はかなり広く、壁沿いにそれぞれ操作方法などが書かれた多くの看板のようなものが並んでいて、なんか CSGO もそういうのあるよな。それらを順番に美術館で絵画を見るように眺めていきます。ワールドはパブリックと呼ばれる誰でも入れるようなもので、入った時から多くの人
ントにで賑わっていました。中には固まって話している集団もあって、10番に神沿いで進んでいくという集団が近づいてしまうわけです。コミュ障の僕は、どしもネタでゲラゲラ笑っている集団を横目で見つつ、絡まれたら嫌だなと思いつつも順番で進めましたが、へへへへと言いながら、あっという間にその集団に囲まれてしまいました。ビビり散らかした俺はじいじいと壁際に追い込まれています。ついに集団の一人が前に進み寄り、お前初心者か、俺が VR ジェットの恐ろしさを分からしてやるぜと殴りかかってきました。周りはゲラゲラ笑うばかりで、僕は縮こまるのが精一杯です。ここではな、親分に貢献するのがルールなんだよ。何のルール？僕は心の中で悲鳴を上げました。親分と呼ばれた人物が前に出ます。おい、友達料金は？何の話？僕は必死です。画面の横に振って命乞いをします。その後は VRC 何日目だ、1日目2日目、他のワールドに行ったことあるかなど、急にまともになったように見える親分に淡々と、質問を重ねられます。しばらく問答が続いた後、フレンド送っておくんでまた会おうと言われ、なんと親分からフレンド申請が届いていました。僕は戦々恐々としながら承諾、 VRC2 人目のフレンドは親分になってしまいました。8000時間 VRC を続けていますが、彼とは今でも仲良くしています。いいやつだったんですね。よく配信拝見させていただいています。早速本題なのですが、私は今年2月後半に VR チャットを始めたのですが、その中でもたくさんの友達ができて、楽しい毎日を送っていました。いつものように友達のワールドに行くと、入った瞬間男性2人が喘ぎ声とクチクチという音が鳴り響いており、怖いものを見たさが、その音の行く方へ行くと全裸美少女のアバターがまた別の全裸美少女アバターにまたがり、腰を激しく振っていました。理解できず眺めていると、またがっていた子がハーハーという息を上げながらこちらを見て手招きしていました。その時はさすがに怖くなり、そっとその場から離れました。別の日にその子たちのいるワールドに入ると、何事もなかったように、いろんなこと、〇〇は下手だとか、今日はジャストしない的な話を、していて、このゲームはやはりメンヘラ、フェミ、ホモ、ボーイしかいないのだと思いました。今では私も別のフレンドとよく会えています。気持ちいいです。どうしても染まっちまうんだな。オチが全員染まってるぞ。収束すんだよね絶対ここに。で、最初はやっぱなんか嫌悪感とか、なんかわざお砂糖なんそれから始まっても、ここなんだよね最終的に行き着くのが、最終終着点ここ。全員おまけで VR チャットをするのに役に立つと思われる YouTube チャンネルも貼っておきますと。エンジンカズミ、日本人相手にインタビューをする動画が多く、一般 VR チャット民の生態や文化などが知る。こんにちは、エンジンカズミです。少し前になんかちょっと気になる名前のイベントを知ったんですよね。それがですね、メスガ喫茶ローリーです。メスガキさんのイベントなのかなって思うんですけど、実際のところあんまりどういうイベントかっていうの僕知らないんですよね。タグがありますね。ロールプレイ OK、 ロールプレイ NG、 負けたい負けないが初来店、初来店。負けたいって何？負けたい俺、ロリに負けたい。はいませ、こんばんは。おいおい、俺おいらっしゃいませ。待ってる、かわいい子一個もしねえじゃねえか。なんだよこれ。アマチジョンコさんすごいよ。アマチジョンコさんすごい。多分筆頭の絶滅。筆頭メスガキ。筆頭メスガキ。俺も好き。エンジン確認して。インタビューおも。VR インタビュークソおもろいや。カズミお兄さんの。カズミお兄さんでお願いします。じゃあカズミお兄さんはそもそもメスガキって好きなの？一回。さあ問題です。じゃじゃん、これはボイチェンでしょうか、ボイチェンじゃないでしょうか。俺も答え知りません。さあ皆さんどっちだと思いますか？正解は何ですか？俺もボイチェンなしの男です。上を行かれた、上を行かれた、すごすぎる。今俺の中で2択しか浮かんでなかった時点で負けだぜ。